それではですね、これ、ここ、これ、パチモンの CO2 測定器ですけどね、光ってますけども、ここがね、400ずっと400固定なんですわ、もう。ほぼ、最初に測定値が出てきてね。で、ね、ちょっと息を吹きかけると、値は上がるんで、大体の流れはつかめるんですけどね、こうまあ色ももちろん変わっていって大体の流れはつかめるんですけど、やっぱりね、今の大気温が大体400-430って、大気の CO2 濃度がねあるって言われてるんですよ。これ現在社会ですか、100年前は300台ぐらいやったということなんですけどね。それで、一応この正規品を2個買いました。で、これがね、確かにいけてるのかどうか、ちょっと一回見てみますね。これちょっと差し替えてみます。電源、ちょっと、一応これストップをして、電源は、5V 電源ですね。これ結構 5V でしか使われないね。で、青白ですね。青白。よいしょ。青白と。で、一回差し替えてね、ちょっとやってみますね。差し替えてやってみると、ね、結構ね、ちょっと100ぐらい。まあ、ここでちょっと上がってきたら100ぐらい高い。で、こう息を吹きかけると、やっぱりね、ちょっと上がってくるんですけど、多分ねここなんですよ。このデータの読み込みの問題やと思うんです。で、このデータの読み込みの問題がここですね。 CO2 データ、これがね何か おかしいじゃないかなと思ってるんですわ。で、これは500で、今ここ光ってますよね。ここグッと光って、で、あ、そうですね、こういう感じで CO2 がガッと上がってくるという感じになってきてますよね。で、もう一つが、だいたい同じぐらいのデータが出てるかどうか、ね、ちょっとやってみますね。今まあだいたいこれでどんどん下がってきますから、よいしょ、これでどんどん下がってきますから、今の値的にはどんな値か下がってきて、大体の値が、まあ、500オーダーとか100オーダー高いですね。2割3割こちらと比べて、ね、この3つが比べて高いんで、多分ね、何らかの不具合があるんやと思いますけど、その不具合っていうのはこのデータのここですね、このデータの読み込みの不具合やと思うんです、ここ。で、まあまたこれも調べてみますけど、最終的にはここですね、2と3のデータかけて足してあるか、ここがおかしいんやないかなと、考えてますんで、またねそれを調べてったりとか、あるいはこれこっちはねボンドで止めてるんだけど、こっちネジ止め、ちょっとね開いてみますね。だいぶ安定してきてね、ここのデータも、きちっと読み込めるような感じに落ち着いてきましたね。やっぱり正規品とパチも違いますね。またじゃあ次回お楽しみに。